久住さんの、原作の漫画を読んで、これをドラマにするって僕にオファーが来たっていう、本当に、申し訳ないですけども、これ楽しいロケになるなっていう、いやこんな、でもただ淡々と街を歩いて食べてるだけでお客さんは楽しいのかなっていうふうに思ったんですけども、やらせていただけるんであれば、全力は尽くしませんので、ただ、全力は尽くしませんっていうのはね、もうこういうのっていうか力んでやっても、いい結果が出ないような気がして、ある程度淡々と人物像を追っていっていけば、もしかしたら作品になるんじゃないかなっていう感じでやらせていただいてるんですけども、でも作品ですよね。主演っていうことに関して言うと、本当に初めてそういう言葉で呼ばれるんですけども、そこに主演と脇っていうことに、どう違いがあるかっていうと、スケジュール的に朝から晩までずっと撮影クルーと一緒にいるかどうかぐらいの違いで、やってることは演技に関しては全く同じなわけですから、そこに気負いというかそういうものは別にないですけども、今回特に作品的に、誰かとお話ししてダイアログでいろいろとこう気持ちが動いてどうするっていうことじゃなく、割とモノログで淡々と食べ物と向き合ってるっていうことの方が多かったりするんで、そういう意味でいくと、あんまり自分で何か作り込んでいってもしょうがないなと思いましたし、それよりももう原作読んだ時点で井の頭五郎っていう主人公が思ったり感じたりすることっていうものと僕自身が感じるものがすごく近かったんで、ここは逆に演技っていうよりもどっか自分と近い部分でこうこの役と折り合いをつけていけばいいかなっていうふうに思ったんですけども、僕自身も食べることに関してはやっぱり人一倍ちょっとうるさいというか、実際地方ロケとかあって、さあ夕食何しようかと思ったら、すさまじい距離を歩き回って店を探したりするんですね。でそこに入ってどう感じて何を頼んで、これは美味しいと思った、そこで誰かと話したことによってまたちょっと違う味に変わったとかっていうことを、いろんな妄想を繰り広げているのが意外と僕だけじゃないんだっていう、原作者の久住さんがね、だからそうやっていろんな妄想を繰り広げてらしたっていう感じじゃないかなと思うんですけども、そういうところですごく近いというか、そういう感じがしたんですよね。久住さんもいろんなキーワードが似てらして、その散歩が好きだったり、年代もちょっと久住さんの方が年は上ですけども、あと食に対するこだわりだとか、よく出てくるお店とかもいわゆる高級店じゃないじゃないですか。僕も高い金払って美味しいものを食べるっていうのはあんまり当たり前すぎて、面白くもないんで、いかに何かこう隠れた感動を探すか、それに対してやっぱりお金は惜しむけども労は惜しまないっていう感じもなんとなくするんで、そういうところ、あとやっぱり食べ物に対してのその妄想ですよね。その店に入って頼んで出てくるまでの妄想から食べた後の妄想、それに対しての感動だったり後悔だったりっていうものが、いちいち僕は分かるなっていうふうに思ったんで、そういう意味でいくとやっぱりその久住さんの延長線上にある井の頭五郎っていう主人公と、僕が作ろうとしてるその井の頭五郎像っていうのが、どこか
同じところに到達点があるんじゃないかっていう気は少しするんですけれども、普通の芝居だと泣くシーンだったり怒るシーンだったり人を殺すシーンだったり殺されるシーンだったりするっていうのも何かこう嘘つくわけじゃないですか。殺したこともないし殺されたこともないし本当にその場で泣くっていう行為だとしても何かこう自分で作為的に作ったりしてるんですけども、食べる行為に関しては具体的に食べることしかできないんで、でも食べる行為っていうのは食べて口に入れて咀嚼して飲み込んでるっていうことはこれは嘘じゃできないわけで、リアルにやっててそこにレポーターじゃないから過剰なリアクションをするわけじゃなく、あ、美味しいって思ったらそこに素直にそこを乗っければいいっていうだけで、いわゆるライブなんですよね、演技っていうよりも。そこがこのドラマではよく出てきますし、そこが醍醐味だし、その部分に正直でいようっていうふうに思ってますから、1話のピーマンとつくねにしても、ああこういう感動かっていうふうに自分の中で思いますし、それを表情として撮っていただければっていう、まあそういう意味でいくとちょっと違いますよね、普通ドラマっていうものの役作りというか芝居とは。油揚げの中にこう貝柱とオクラが入ったやつ、それは美味しかったですね。あれはちょっと家で挑戦してみようと思ってます。そうですね、京都とかなど本当に僕がよく行くサバニっていう、サバニありますって書いてあってカウンター5人ぐらいしか入れない店で、そこの前を何往復かして大丈夫かなこの店とかって思って入ったんですけども、そこのお母さんの作るサバニが本当に美味しくて、まあ今でも京都に行くと必ず行きますし、あっちの方にロケがある時は京都で降りてそのサバニを食べて帰りますし、そのぐらい好きなものもあります。そうですね、だから本当にスタッフが本当に食べて美味しかった、何が美味しい、明日の担々麺は辛いですよ、本当に仕入れますよみたいなことを言ってることが、まあこれが仕事という仕事になってるんですけども、なんか申し訳ないなこんな楽しい思いしてっていうぐらい食べることには楽しませていただいてます。そうですね、若い頃ね銀座っていう街の魅力も何も分からなかったんですけども、今銀座とかってちょっと裏通り入ってなんか美味しそうな店見つけたりするのっていうのは、いわゆる渋谷だとか池袋だとかっていうのは変わりすぎてるところがあって、実際僕九州の福岡とかが田舎なんですけども、あそこももう僕が子供の頃いた面影は全くないですから、やっぱりどこか変わってないもの、なんか変わらないで居続けてくれるところとかっていう、そこが自分のふるさとじゃなくてもそういう景色がある場所に対して何か好きな景色になるんですよね。だから銀座とかも俺は歩いてるとこの店多分30年40年ずっとあるんだろうなとかっていう店に対してすごく安らぐというか、だから割と多分銀座とかっていう街が好きですね最近は、わこんな景色まだ残ってんだっていう、見たことがない景色でも景色として歴史を感じると、僕が子供の頃見てた昭和の風景だったり店の佇まいだったりっていうのが残ってるっていうことがどこか自分にとっての安心になってるんじゃないかなっていうふうにも感じます。そうですね、やっぱり子供の頃から好きなものっていうのは変わらないっていうのは、餃子っていうものも本当に子供の頃から好きだし、甘いものはカステラっていうものが今でもカステラがあればいいなっていうぐらい好きですし、変わらないし、でも新しいものも新しく感動はするし、
まあ、その分食べてきたものの数っていうのはやっぱり若い人に比べたら多いわけですから、その中で取捨選択した上でやっぱり子供の頃から食っててうまいと思ってるものはうまいっていうふうには思いますし、そういうことをずっと考えてるっていう大人もどうなんだろうなと思うんですけども、意外とそういう、食べることに関しては年とともにますます貪欲にはなっていく気はします。これもね、もう本当にいろんな解釈ができるし、いろんな読み方ができるんで、その時の体調によってお腹いっぱいの時に読むか、本当に空腹でイライラしてる時に読むかで全然違うし、いろいろ解釈されると思うんですけども、それっていい作品の条件だと思うんですよね。こういうふうに読んでくださいっていう決めつけじゃなくて、読んでる人の気分によって多分感動の度合いも全く感じ方も違うっていうことが言えると思いますし、もしこのドラマも、繰り返し見ていただける方があれば、見るその時の体調によっていろいろ違ってくる、見方が違ってくることもあるだろうし、とにかくやる時間が深夜なので、どっちかっていうと家事だとかそういう日常のことをやってる時間じゃない、いわゆる一人になってテレビの前に向かって、お酒飲みながらでも寝る準備しながらでも割と一人になって見てる方が多い時間帯のドラマなんで、それはどっちかというと映画館だとか劇場に似てるような気もするんですよね。やっぱりそうすると何か決めつけるよりも、なんかいろんなことを想像していただいて、結果お腹空いたじゃねえかこの野郎って思われたらいいなっていうふうに思ってます。とにかく深夜、本当にこれからお腹を空かしちゃいけない時間なんですけれども、できれば冷蔵庫の中や近くのコンビニに走って何か、お腹空いたなって言わせたいなと思ってるドラマだと思いますんで、覚悟して見ていただければなと思います。できれば東京離れても面白いんじゃないかなと。いろんな地方にはいろんな景色があって、いろんな人がいて、いろんな店があって、いろんな食べ物があるんで、原作にも東京離れたやつとかありますし、何か地方にも行きたいなっていうふうには思います。孤独のグルメ、毎週水曜日0時43分から放送中です。ぜひご覧ください。